それでは、ハウスのパターンを履いていきたいと思います。私も大好きなハウスのパターンですし、きっと皆さんにとってもお好きなパターンなんじゃないかなって思います。早くパターンを履いていくために、私はもう待ち針を打つときには、はい、全部こう打ってしまう、打てるところは全部打ってしまうという作業をまずしてしまいます。端と端ですね。そしてこれぐらいの距離でしたら、やはり真ん中にももう一本待ち針を打って、そしてこちらの、はい、窓のとこですね。パッチワークは、とにかく小さいピースをまず剥いでしまうという規則があるので、小さいピースのところにも、はい、待ち針を打って縫う準備をしておきます。こちらの屋根はちょっと距離が長いので、これ反対側も待ち針打つことができますよね。で、打ったら元のところに戻しておくと間違えないでいいと思います。この黄色を選んだのは、ハウスのお家の、はい、窓ですけど、お家の中に照明が、はい、入っていることをイメージして黄色にしています。で、どのようにご自分がそのハウスを剥ぐ上でイメージをどのように持つかでね、窓の色とかもブルーというのも、ガラスをイメージしたブルーというのも考えられますし、照明が入っているのでしたら黄色とかちょっと変化つけるといいと思います。はい、で、打てるところは全部打ったので縫います。はい、私はアプリケ用針というのを使ってます。で、縫い始め、はい、これは端から端まで縫うので、印の5ミリ先から、はい、一針返し針をして、そして縫っていきます。縫いながら全然ピンクッションを意識しないでこう放り投げると、マグネットピンクッションが吸い付いてくれるので、とっても楽に仕事ができます。はい、で、糸呼吸をして最後も5ミリ、外まで縫って一針返し針をして結び玉を作って糸を切る。で、縫ったらその元のところに戻します。はい、で、ずっと右手で、はい、針を持ったまま続けて、はい、縫い進んでいきます。で、ここもやはり5ミリ先まで呼吸して返し針をして、そして結び玉作って、ここで糸を切っちゃいます。そうするとずっと針ね、持ったまま続けて、はい、縫い進んでいくことができます。で、あまり糸も長いとしない方がいいですね。絡んだりとか糸をこう抜いてる時間の方が長くなるので、肩幅ぐらいの長さの糸にします。返し針をして、で、OK、
前もって針も、まあ、5、6本用意して、糸を通して準備しておいた方がやはり効率いいですね。1本ずつ通してるとやはり時間がかかるので、前もって下準備としてもう5、6本には、あ、針にはもう5、6本ね、糸を通しておくということも大切なことだと思います。これで先ほど待ち針打ったところは全て縫ったので、次に必ずここで縫い代、不揃いな縫い代を切り揃えます。縫った部分の縫い代を切り揃えていきますね。そして縫い代は肩倒しにするので、例えばここは窓と、これは壁に当たる部分です。そしたら窓の方がくぼんでいると考えた方が自然だと思うので、壁側の方に縫い代を肩倒しにして、はい、そして起こします。そしてここでローラー使って、こういちいちアイロンかけなくてもきれいに、はい、折り目がつきます。こちらは、これが、まあ、空に当たる部分で、ここが屋根に当たる部分なので、屋根側に縫い代を倒す。まあ、自分がどちら側に盛り上がっているように、これが下でこっちが上ですという、はい、そういうなんか自分なりのこう規則を決めて、縫い代は肩倒しにしていきます。窓と壁なら壁の方、でその都度ちょっとこうローラーで折り目をしっかりつけておくと、その都度アイロンかけたりしないで済むので、アイロンはパターンが全部剥げてから最後にかければいいと思います。で引き続き、はい、また待ち針を打っていきます。
今日のこのパターンは印で縫い留めるところがないので、全部端から端までしっかり縫い代の端、印の、まあ、5ミリ先まではしっかり縫ってください。で、この部分は裏を見ていただくと、先ほども前もって縫い代を倒しているので、この縫い代も一緒に縫い込んだ方が丈夫に仕上がります。で、縫い代が、ね、集まっているわけだから、どうしてもこう縫い目が粗くなってしまうようでしたらば、ここは返し針、返し縫い返し縫いをしてでも、やはり縫い代は一緒に縫った方が丈夫に仕上がります。そしてやはり縫い代を切り揃え、よいしょ。扇風機はあれですね、飛ぶこのようにし、そして、はい、で全部窓の部分が上げて、屋根が張って、屋根があって、ここも窓ができて、そしたら次にね、こことここをつないで。
これもこことここが違ってます。こういう時にはこういう要所要所、やはり待ち針を打った方がいいですね。やはりここも縫い代のあるところなので、ここは返し縫い。ここも縫い代があるところなので返し縫い。縫い代のある部分は返し縫いをした方がやはり丈夫に仕上がります。ここは返し縫い。これも圧倒的にこの壁の方に縫い代を倒して。下側とこっちも右側をつけると、お家の壁の部分ができます。でこれで壁の部分はできたので、はい、まあ空に当たってですね、ベースの部分をここで剥いて、こちらにも剥げば、あと屋根つければいいということですね。はい、なんかハウスのパターンってこう自分のお家をこう組み立てていくようなちょっと楽しさがあるので、
自分のお家だったらこういう色の壁にしたいとか、屋根こういう色の方が素敵かなとか、そういうことをこうちょっと考えながら入っていくととても楽しいですよね。あと自分でも簡単にデザインできるパターンなので、私よく海外ね、最近は行けませんけど、旅行したりした時に素敵なお家があったりすると、ちょっとこう簡単にスケッチして、それからこうパターンを起こしてみたりっていうこともします。やはりその国によってお家の形態ってちょっと違うので、変化つけられてすごく楽しいね。だんだん出来上がってきてます。はい、そして屋根をつければ、屋根をつければね、出来上がりますね。ずれるといけないのでね、しっかり合わせて。
ここがずれないようにしっかり合わせて、これとにかくこうまっすぐ飛び出ていたものもまっすぐは切ってしまって構わないので、そして、ここで壁と屋根でしたら屋根の方が上に盛り上がっている方が自然だと思います。壁がこう上に伸びるとちょっと不自然なので、屋根が上になるように屋根側の方に縫い代を倒して、これで今右側のお家ができました。でやはりここも一緒ですね、屋根側に縫い代を倒して、と屋根が上に乗って見えるのでこの方が自然だと思います。これで左側と右側の家ができたのでここで剥ぎます、はい、ただまた違うパターン、このパターンをもう一枚剥ごうと思った時、これチェンジしても同じことになるので、ね、好きな感じで剥いでもらっていいと思います。
白く詰まっているので返し。必ず縫い代も一緒に縫い込んだ方が後でアイロンかけるときにも反対側に倒れたりすることがないので綺麗にねアイロンもかけられます。でこの時にはあの濃い分量の多い方に倒すので右側の方のお家の方が背の高いお家なので、右側のお家側に縫い代を倒します。はい、そしてちゃんとポイントのところもしっかり待ち針打ってたので綺麗に合わせられますね。で最後に上の空をつけます。
そしてこれも屋根側の方に縫い代を倒して、そうすると空の方が全部が下に、はい、ある感じになって、この土台のこの空の上にこうお家がちゃんと乗って見えるので、はい、薄いからね、縫い代が楽だからといって上の方に倒しちゃうと空の方が上に覆いかぶさってくるので、ちょっと不自然な感じになるので、はい、その都度ねこうちょっとしっかりと押さえておけば、縫い代が集まっても問題ないので、お家側の方に、屋根の方に縫い代を倒してください。これで、15センチのパターンが剥げたんですけど、長方形に してもいいということでしたら、ここにちょっとまたね、茶色い生地とかを足すと、なんか道路のように見えますし、正方形に仕上げたようでしたら、ここの、幅をちょっと半分にして、下側に生地を持ってきたりすると、同じサイズで、道路ね、道が入った、パターンが仕上がります。これで最後にアイロンを当てて、額に入れていただいたり、ポーチを作ってみたりということで応用してみてください。